はい、皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日選定していく木はこちらの木になります。じゃん、はい、白山吹という木ですね。白山吹、ただ山吹が白くなっただけの木かと思われている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、れっきとした別の種類のね、木なんですね。バラ科ということは共通してるんですけれども、そんなわけで今回この白山吹、とっても可憐な低木なんですけれども、小さくしておくコツというのをお伝えできればいいなと思いますんで、よろしくお願いします。では行ってみましょう。はい、今回のモデルさんはこちらの白山吹ですね。だいたい樹高は1メーター弱というところでしょうか。これでもう植えてから5、6年は経ってると思います。このように新しい枝が非常に強く伸びることによって、この枝を放置することになると樹高が高くなってしまうんですね。下手するともう2メーターぐらいになってしまうかなっていうことがあります。低木っていうのはこの辺の難しさがあって、植えた時の感じで柔らかい小さい感じでいてくれないっていうのがね、なかなか難しいところなんですけれども、今回はこの木をできるだけね、毎年小さくして綺麗に柔らかい感じで維持していこうということです。はい、それではまず白山吹の剪定の時期、剪定の適期なんですけれども、これに関してはこういった感じでね、柔らかい葉っぱで落葉樹なんですね。ですので冬の間葉っぱが、落葉してしまって落ちて何もない坊主のような状態になりますので、その時期に剪定を強くしていただくのが一番木にとっては痛みが少ないと思います。一番強く切れる時期ってことですね。ただその時期に切ってしまうと問題が生じるのが、この今花が終わって種ができ始めてますけれども、この花なんですね。花が、来年に咲く花が減ってしまうと、かなり減ってしまうことになるっていうのが、問題なんです。ちょうどこれから、今の時期が6月の上旬ですけれども、この時期から、夏を経てっていう形で、夏ぐらいに花芽ができるんですね。来年の春に咲く花芽ができるんです。その花芽をできた後に木を例えば刈り込んだり強く切ったりすると、先を全部詰めていってしまうことになりますよね。そうすると花が来年咲かなくなるか、ものすごく少なくなってしまうんですよ。ですのでそれを避けたい、そうなってくると今の時期に剪定しておくのがいいかなということで、僕としてはおすすめの剪定時期はだいたい花が終わってから6月のあたりまでに切っておくっていうのがいいと思います。ですのでね、この機会にちょっと剪定していきたいと思うんですけれども、で剪定の仕方も基本的にはこういった古い枝ってわかりますかね。ちょっとこう木質化、木になってしまってる枝、こういったものを極力残すようにして、こういう新しい今年伸びた枝です、今年地際近くから伸びてる枝、こういった枝を全部元から切っていくっていう剪定の仕方にします。あの解説書なんかによっては、こういった新しい枝には花が今後つくので残した方がいいですよっていうあのご意見もあります。でそれは本当に正解だと思うんですけれども、そうしておくとどんどん木が大きくなっちゃうんですよね。だからその木が大きくなるっていうのも防ぎながら、花もそこそこ楽しみたい、両立を目指していくと、やっぱりこういう強く伸びた枝は切らざるを得ないかなっていうのが僕の考えです。ですのでこういった枝を切って、この古い木質化して柔らかくなった枝、ちょっとしだれるような感じの、こういった枝を極力残してあげる。そうすることでちょっとわびさびじゃないですけれども、こじんまりと落ち着いた風情のある姿が楽しめるっていうことがあります。ですので今回そういった形の剪定をしていきたいと思います。それではこれから剪定をしていくわけですけれども、もう今回は非常にシンプルです。先ほど言いましたように、こういった今年伸びた強い枝、これを元から切っていくという剪定をしていけばいいということになります。もうこの見た感じに新しい枝ですね、こういった枝をたどっていきまして、元の方までどっから生えてるのかなっていうことですね。このような形で、ここですけれども地際から生えてます。ですので、まあ、できれば地際から切っていただく、ないしは地際近くの途中、例えば10センチぐらいとか20センチぐらいとか、そういった途中のところでこう切り詰めてあげると、はい、このような形ですね。このような形で見えないところで切り詰め剪定をしていただく、もしくはこの一番下から切っていただくっていうことをしていただければと思います。一番下から切って地際から切ってしまうと、もうここからは生えなくなります。
それです、まあ、すっきりするってこともありますけれども、もうちょっと新しい枝を出したいな、弱い枝を出したいなっていう時はこうやって途中で切ると、こっからまたね新たな芽が吹いてきて、その吹いた芽はより細かい枝になってきますんで、今後新しい枝を作りたいとかっていう時にはこういった形で途中で切っていただくっていうのも、今後の枝を育てる意味では有効かなって思います。はい、もちろん地際で切ってもいいです。ただ地際で切る場合はね、古い枝とかが充実してるっていうことを前提にしてください。古い枝がもう枯れかけてるのに全部新しい枝を切ったら、もうその木が衰弱してってしまいますんで、その辺だけ気をつけてください。こんな感じでこういった強い枝を全部元の方の生え際のところまで戻っていって、ここで切ってあげると。でここは昨年途中で中切りしたところですね、切り詰め剪定を。そうするとこのような形でまた枝が出てくるよっていうことで、こっちの枝見てください。この枝より細い枝がここから同じように出てるじゃないですか。こういう細い枝が出てくれる分には、こういう枝を残しながら、こういった太い徒長して出る枝だけを切っていく。そうすると木が小さく収まってきますんで、こういう小枝ですね、こういう小枝を大切にしてみてください。こういうのを残しながらここを切ると。それでは同じような形でこの枝なんかも追っかけていって、もう今回は非常にシンプルですね。この元のところでこう切っていくと、はい、もう本当にシンプルですよこれは。ここの枝もここの枝もこうやっていって、ちょっと見にくいかもしれないですけど、元に近いところで切っていただくと。で元に近いところでもう切るのが大変だよっていうのであれば、多少残ってもいいので、少し見えないところで切っていただくってことで、全体としてのシルエットが柔らかくまとまってきますんで、それだけでも違うと思います。はい、じゃあ次ね、ここです。ここもこう戻っていって、できるだけ奥の方の生え際、もしくは途中で切ると。はい、こんな感じです。でここですね、ここの枝もこうやって戻っていって、ここも、元から切ってしまいますと。はい、このような形で長く徒長した枝を抜いてみました。そうしますとどうなるのかというと、こんな感じになっております。ここにツンツン出てた高さを稼いでしまってた枝がなくなりましたので、小さくこじんまりとまとまりました。これでね、自然な感じにもそこそこ見えると思うんですよ。あとね、この辺とかこの辺の枝、ちょっと全体のまだちょっと樹形が乱れてる感じがしますので、その辺も手直しをしながら仕上げていきたいと思います。それではね、この辺の枝ですね、まずね、この辺の枝、これも今年伸びた新しい枝です。ちょっと緑がかってますよね。こういった枝、そこまで樹勢乱してなければ残した方が来年の花ね、咲くような枝になるってくるんですけれども、今回はここの肩の部分が張っちゃってるので、少しこれやっぱり下げたいということで、これを元から抜いてしまいます。でこちらもちょっと途中で切ってもいいんですけれども、やっぱり硬い印象になって切ったなっていう感じになっちゃうんで、これももう元から切っちゃいます。はい、こんな感じでね、そうするとここの肩の部分がちょっと見にくいかもしれませんけれども、下がってきます。それとあとこういった、もうぶつかっちゃってね、曲がっちゃってるような枝、切ってすごいですね、こう曲がるんですね、ぶつかると。こういった枝もできるだけもうここにね、他の枝が結構充実してます、古い枝ですけれども、こういった枝を残しつつやっていった方がいいので、もうこの枝ですね、この枝もここの元の部分から抜いていくわけにします。はい、こんな感じで抜けました。それからここにも新しい枝が、ちょっと強い枝が出てます。こういった枝もできれば元の方からなくしていただいても大丈夫かな。他の枝が充実してれば積極的に切っちゃっていいと思います。こんな感じにするとここら辺が綺麗にまとまってきます。はい、それからあとこの辺ですね、この辺もちょっと立ち上がっちゃってる枝があるので、ここも元の方から切って抜いちゃいます。この辺もそうですね、この辺の枝も抜きます。であとね、こういったところの枯れ枝はもう基本的にはもう切っ
ちゃってください。どうしてもこの夏の日焼けとかによって枝枯れが起きやすい木ではあるんですね。ちょっと日陰の方が結構好きだったりするんですよね、日向ガンガンよりかは。まあそんなわけでこう傷んでしまってる枯れ枝に関してはね、こうやって折ったりしてもいいんで、取っていただくとすごく綺麗に見えると思います。はい、こんな感じになりました。いかがでしょうか。かなり自然な感じになりましたね。でどうしてもねちょっと気になるっていうところがあれば、この辺でしょうかね、この辺がちょっと立ち上がっちゃってるんで、こういった枝に関してはこの元ですね、この立ち上がりの元のところでこう切っていただいて、整えながらやっていただければだいたい形はいいかなと思います。ああいう後ろもね少し気になるようでしたら、こういったところも立ってるところだけこう切っていただければ収まると思いますんでね。はい、こんな感じに綺麗になります。それであともうちょっと今度はこのサイドもう少しこう詰めたいという時には、例えばこの枝、この枝が出すぎちゃってるからもう少しこっち側に押したいという時になれば、この枝を戻っていただいて、いつものようにここですね、この枝分かれしてるところでこう切り返し剪定をしていただければ、この分が少し内側に戻ります。それでここもしっかりですね、ちょっと出過ぎちゃってるなとなれば、このここですね、枝分かれしてるところの真ん中を抜くような形の剪定をしていただくと、ここに収まってくる。これも同じで、これもここまで戻って枝分かれしてるところまで戻って、こうやって切っていただくと、こんな感じにしていただくと綺麗になってくると思います。それからここは少し高いなってなれば、さらにここの枝分かれしてるところですね、はい、ここのところでこう切っていただくと綺麗に収まるかなと思います。はい、こんな感じで綺麗になりました。こじんまりとまとまりましたね。で最後お時間ある方だけでいいかなと思うんですけれども、こういった形で今もう実をつけてしまってますけれども、もうちょっと早い時期であればね、花柄摘みも兼ねて切っていただいた方が株自体に栄養がしっかりいくようになりますので、来年の花の数がもっと増えるかなとは思いますけれども、こういった形でまあここの今実ですと、こういった形で実だけを切っていただくということもいいかなとは思います。ただねこの実が風情を感じさせますよね。ですので僕は極力この実も楽しむっていう意味も含めて、自然な感じ、ナチュラルな感じで残してもいいかなっていう、風情があっていいかなっては思いますんで、この辺はお好みでお考えいただければと思います。以上で剪定が終わりました。いかがでしょうか。こんな感じでこじんまりとね綺麗にまとまってくれました。これで来年の花も楽しめそうです。皆さんもよろしかったらご参考ください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信をしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように。また次回お会いしましょう。